日常演舞の食歌日記へようこそ。さて本日の歌はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらファミリーマークの野菜ってとれる味噌ラーメン風サラダを食べたいと思います。確かに野菜はたっぷりで下には麺もありますね。と味噌だれということですが、スープはないので汁なし麺に近い感じなのでしょうか。これは楽しみですね。そう、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、準備完了ですが、キャベツかなり細かいですね。味噌だれとの辛みを優先してるんでしょうか。ではいただきます。ピリ辛の味噌だれは野菜や麺とよく絡んで美味しかったんですが、ちょっとだれとの絡みを優先しすぎて野菜が細かくなりすぎてあまり満足感が得られなかったのが残念でしたね。なのでこれだけで満足できるか、満腹感が得られるかっていうとちょっと微妙な感じです。どっちかっていうと細かすぎるよりは千切りのキャベツの方が好きなので、そうだな、微妙で好みが分かれるかなということで、こちらの点数をさせていただきます。まあ、ツルツルするラーメンとして考えると結構近くて美味しかったですけどね。野菜細かすぎるのも考えものですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。